サドバリーはカナダのオンタリオ州北オンタリオ地方最大の都市。人口は16万1531人。サドバリー地区とは独立しており、同市だけで州内の地方行政区の一つを構成している。また、フランス系住民が多い北オンタリオ地方の拠点として英語とフランス語のバイリンガル都市でもある。二千一年に広域圏の周辺都市を合併し、 カナダで5番目に面積の大きい広大な地域を持つグレーターサドバリーが誕生した。複数の都市によって構成されているグレータートロントやグレーターモントリオールとは違い、サドバリーは単一の都市で成り立っている。今でも一般にはサドバリーとして知られているが、オンタリオ州ではこの都市に限り2つの公式名称があり、英語の公式名称はグレーターサドバリー。 仏語の公式名称はグランサドバリーである。サドバリーの土地はアルゴンキンゴ派のオジブワ族が住む地域であったが、1883年に町として組織され、1930年に市政となる。初期の都市名はサンタンルデパンと呼ばれ、木材産出地としてスタートした。当時からフランス系住民の入植が進み、フランコ・オンタリオンの基礎が築かれた。 カナダ太平洋鉄道を敷設途中、爆破特策の中で高い純度のニッケルや銅を含む鉱石がサドバリー盆地の端にあるマレー鉱山で発見された。その後、鉱山の町として急速に発展する。地域の名は CBR の所長であったジェームズ・ワーシントンの妻の出身地、イギリスのサドバリーから来ている。サドバリーの経済はその後、 世界のニッケル需要に大きく依存しながら後継機と不景気のサイクルを繰り返した。最初の大きな需要の波は第一次世界大戦時に訪れ終戦後需要を一気に失い1920年代一旦需要を取り戻した。それからまた大きな落ち込みを見せた後第二次世界大戦で再び需要を取り戻す。終戦後の冷戦では アメリカ政府が卑怯三件におけるニッケルの供給基地として選んだため安定した需要を得ることになった。1940年、サドバリーにはカナダで最初となるパーキングメーターが導入された。町は1950年代から1960年代、大手の鉱山会社であるインコ社やファルコンブリッジ社の従業員が会社を相手に労働紛争を起こし、 大規模な雇用不安に悩まされた。この労働葬儀は、労働組合の権利を求めるだけでなく、労働組合のあり方を訴えかけるための戦いでもあった。労働葬儀はその後も町の経済に大きな挑戦を与えた。1979年、インコ社の労働者は生産と人員の削減に反対してストライキを起こし、解決に9ヶ月の歳月を要した。 インコ社は当時、町最大の雇用主であり、その結果、ストライキは町の経済に大きな打撃となった。ストライキがようやく終わった1980年、市は停滞した町の経済を立て直す必要性に迫られ、1980年代から1990年代にかけて新しい企業や産業を誘致する積極的な政策を打ち出した。工業は、 今でも重要な産業として残っているが、商業や行政、観光、科学技術の研究などの環境が整備され、多様化された結果、経済の基盤が強化された。インコ社は今なお、単独の雇用主としては、町最大であるが、工業全体では、町最大の産業ではなくなった。同市の政策として1996年、 カナダ国内でもいち早く光ファイバーネットワークを導入し、企業や個人向けに市内を網羅する 400km の光ファイバーケーブルが付設されている。この都市計画は世界的にも高い評価を受けている。2001年に旧サドバリー市、バレイイースト市、レイサイドバルフォー町、ニッケルセンター町、ワルデン町、オナピングホールズ町の自治体で構成されるサドバリー。 地域が解体されてさらにカプレオル町とワナップ地域、ワナピティ湖を加えて単一のグレーターサドバリー市となった。ラムジー湖とサドバリーの夕焼けローレンシャン大学スノラブ研究所周庁者サドバリーコミュニティアリーナ鉱山を含むサドバリー盆地は18億5000万年前に墜落した隕石の跡だと言われている。鉱山は 有益な鉱物をたくさん含んでおり、特に白金を含む繊維金属が多い。ただし、通常より高い密度で硫黄が含まれているため、ニッケルや銅を精錬する際、草木に有害な硫酸化物が大気中に流れ出る。この有害物質は大気中の水蒸気と混じり合い硫酸となるため、よく知られる酸性雨を増らすことになる。酸性雨は石や 石像建築を侵食し、草木を枯らし、土壌を酸性化させ、草木の再生を難しくする。酸性雨に加え、遅れた技術による掘削作業は多くの木炭を必要とし、1871年に起きたシカゴの大火災では、町の再建に大量の木材を提供したことから、サドバリー自然域ではないが、広いエリアで土地の荒廃が進み、長い。 マーレチとなった。1970年代、公的機関や非営利、営利セクターが協力して大々的に緑化再生事業が行われた。飛行機や人の手によって参加した土地に生石灰をまき、草木が植えられた。その後、20年間のうちに300万本もの植樹が行われ、サドバリーはこの緑化事業と掘削技術の向上により、劇的な回復を見せた。 1992年、この業績が国連より評価され、地方行政賞が贈られた。最近では、コッパークリフの屈作場エリアで、荒廃した山を緑化する再生事業が進められている。サドバリーは、カナダ縦上地の上にあり、市内には、ワナピッチを含む300以上の湖がある。中心部は、ラムジー湖に面している。ペンの気候区分では、 亜寒帯湿潤気候に属し、長く寒冷な冬と短い夏が特徴である。冬季は最高気温でも低く、摂氏10度に満たない日も多いが、暖気が入ると気温が上昇し雨が降るくらいの暖かさとなることがある。夏季は短いものの晴天が多く、日照に恵まれ、摂氏25度以上まで上がる日も多い。2016年国勢調査による人口は16万1531人で、 北オンタリオ地方最大の都市である。2001年の合併により、面積が広大となったために、人口密度は49.7平方キロメートルと極めて少なくなっている。旧サドバリー市の実態に近いと、都市的地域人口だと88,054人となっており、人口密度は1,159.7平方キロメートルである。都市的地域には、 旧サドバリー市と複数の周辺に地帯を加えた人口である。都市的地域で比較すると人口は1991年を頂点に減少傾向にある。人種は白人が8割以上と大半を占め、有色人種は3.8%に過ぎないが、先住民の割合は12.5%に達する。宗教構成は、州内北部の都市と同様に、 キリスト教徒の割合が圧倒的に多く、人口のおよそ81%を占める。キリスト教徒の内訳は、ロマンカトリックが59%、プロテスタントが21%、他の宗教、イスラム教やユダヤ教、ヒンドゥー教は1%に満たない。サドバリーはバイリンガル都市として知られ、公用語は英仏に過国語である。 開拓以来フランスをルーツに持つ人々が数多く住んでおり、その割合は2016年では37.7%となっている。全人口の人口の82.0%は英語を主に家庭で話す言語とし、15.6%はフランス語となっている。フランス語を母語とする人口は4万955人と、ケベック州以外ではオタワやモンクトン、 ティミンズ島と並んで多くなっている。フランス語を話すことができる人口の割合は40%に達する。ビア鉄道がサドバリー駅からサドバリーホワイトリバー号を運行し、サドバリーとホワイトリバーを結んでいるほか、バンクーバーとトロントを結ぶ大陸横断鉄道のカナディアン号が W サドベリージャイクションステーション駅と W キャブリアルステーション駅に停車する。 サドバリー空港大学は、サドバリーを拠点とするフランス語と英語のバイリンガルの総合大学であるローレンシャン大学があり、北オンタリオ地方の教育の拠点となっているほか、英語系のカンブリアンカレッジ、普通語系のカレッジボレアルの2つのカレッジがある。また、暗黒物質の研究機関であり、世界で2番目に深い実験所のスノラブ研究所がある。スノラブ研究所は閉鎖された。 サドベリーニュートリノ天文台として使われていた施設を利用している。市内の学校は、英語系が、公立の W、レインボーディストリクトスクールボード、カトリック系の W、サドベリーカトリックディストリクトスクールボード、仏語系が、公立の W、コンセイウスコレアデディストリクトジュグランドノールデール、オンタリオ、カトリック系の W、コンセイウスコレアキャトリックジュヌベルオンタリオに、 分かれている。2006コミュニティプロファイルズ、コミュニティハイライツーグレーターサドベリー、グランドサドベリー。2008年5月13日閲覧。グレーターサドベリー、シティ、センサスサブディビジアン、オンタリオオンタリオ、プロビンス。スタティスティックスカナダ、2020年4月28日、閲覧。サドベリー、ポピュレーションセンター、オンタリオオンタリオ、プロビンス。 スタティスティックスカナダ2020年4月28日閲覧ありがとうございます。